どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日なんですけども、本当ね、今の今までデスクでね作業をしてたんですよ。今日ね、東京は台風が接近しているということで、金曜日なんですけども、朝からね結構もう家の中でじっとしてようと思って、溜まってた編集とかをねバーッとこなしてたんですけども、ちょっとなんていうかな、編集も飽きてきたし、ちょっと動画でも撮ろうかなと思って、今日はですね、ちょっと iPad に関してのいろいろフリートーク会というか、なんか僕が今 iPad に思ってることとかをいろんなねテーマに沿ってお話をしようかなと思ってます。毎回ね結構こう iPad 使ってると、こうだなとか思うこといろいろあるんですよね。もっとこうしてほしいとか、今こんな感じで使ってますよとか話したいことはあるんですけども、やっぱりね一本動画にするにはちょっとトピックとして弱いかなみたいなことをね思うことが多くて、今日はそんな感じで iPad について、話したいことをね3つ4つぐらいこうテーマごとに分けながら話していこうかなというふうに思ってます。結構僕の動画いつも毎回テーマがあって、そのテーマについてひたすら説明するみたいな感じなんですけども、今日はもうちょっと楽にですね、皆さんとお話ができればなと思ったので、こんな感じのねゆるっと回でやっていこうと思います。でまずですね、今日ちょっと話をしたいなと思ったのが、最近の iPad の使い方ですね。これ結構質問もらうんですよ。平岡さんが実際どんな風に iPad を使ってるのか、ちょっと見てみたいですとか知りたいですとか、結構ねこういただく機会があって、でちょうどね今作業したんで、僕のこの作業風景、結構リアルな作業風景お見せしようかなと思って、今ねちょっと動画回していました。もう最近はですね、結構僕いろんな動画で言ってるんですけども、 iPad を家で使うときは基本的にこのね外部ディスプレイに接続しながら使うことがもう8割9割ぐらいですね。 iPad のステージマネージャーっていう機能で、 M1 チップ以降の iPad だとこういう風にこうね外部ディスプレイに接続しながらいろんなウィンドウをたくさん出して作業できますよみたいな機能がね実装されたんですけども、これね最初実装された頃ってのは結構みんな期待したんですよね。僕もすごく動画で興奮してこの機能いいよっていう風にお勧めしたんですけども、蓋開けてみるとなかなかねこう OS の機能的に使いづらくて、なんか最初で結構意気消沈しちゃって、その後使ってないよとかっても結構多いんじゃないかと思うんですけども、実はですね本当に OS のアップデートを経るごとにめちゃめちゃ使いやすくなってて、最近はね完全に実用性に達したかなと思ってるんで、皆さんにですね改めてステージマネージャーお勧めしたいなと思います。ちょっとね僕のデスクどんな感じで使ってるか、こっちのカメラでね、撮っていきましょう。はい、こんな感じですね、デスクがあるんですが、基本的にですね前も紹介したんですけども、 iPad、この辺に僕は置いてね平置きして使っていることが多いですね。ここにケーブルあるんですけども、ここからケーブル生やしてデスクの裏をねシュル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 と、ケーブルを這わせていって、一旦ここに繋がってるんですよ。アンカーのドッキングステーションですね、ドッキングステーションにつなげて、このドッキングステーションの裏側からこっちこの外部ディスプレイに接続してるみたいな、こんな感じの接続になっています。こういう接続するとね何がいいかっていうと、このドッキングステーションにいっぱいいろんなポートがあるんで、僕も今ね挿してるんですけども、こんな風にですね SSD を挿して、であとはこう SD とかもねここにUSB-A なんですけども、 SD カードアダプターみたいなのを挿してっていう風にいろいろ外部拡張性が広がるんで、ここにですね SSD を挿しながら僕はねこっちのでかい画面で動画編集するみたいなことをしてます。でもキーボードとかも最近ねマジックキーボード使ってなくて、家ではこのキークロンの K1SE っていうね結構僕がお気に入りのメカニカルキーボード、これやっぱ打ち心地めちゃめちゃいいんですよね。打鍵感ちょっと聞いてほしいんですけども、こんな感じ、めちゃめちゃ良くないですか。でトラックパッドはこちらですね、 Apple のマジックトラックパッド、純正品です。これを使ってちょっとねこれ画角見えないかなと思うんですが、こんな感じですね、ルマフュージョン出してよいしょ、ちょうどさっきまで動画編集したんですけども、こんな感じで動画編集をしております。一応ですねもちろん MacBook も僕は使ってるんで、ここですねちょっと見えづらいんですけども、ここに MacBook がありまして、これもですね USB Type-C でこのディスプレイつながってるんで、入力切り替えすると MacBook も使えるんですけども、今まではですね、結構仕事の途中とかどうしても iPad でやりづらいなってことがあった時は MacBook にね入力を切り替えて Mac を使って、でまたちょっと iPad の方が得意だなってシーンでは iPad を使うみたいな感じだったんですけども、最近ほんとね Mac 使う頻度がどんどん減ってて、本当にもうここでですねこんな形で例えばこう動画編集しながら、例えばですねこうインスタグラムとかをこうやって開くとかね、こんな感じで本当にパソコンみたいな感じの使い勝手になるんですよね。 Windows のサイズとか位置もだいぶで昔に比べて自由に動かせるようになったんで、こんな感じで右上に配置して、さらにこの真ん中の部分にねちょっとスペース作って
メモ帳を入れるみたいな、こんな感じのことも全然ねできるようになりました。でこれもですね、ただ単に左右だけじゃなくて、こう縦にちっちゃくしてとかね。でインスタはちょっとねサイズがあんまり自由度効かないんですけども、例えばノーションとかもねここに置いちゃって、こんな感じですね。よいしょ、ちょっとスペースを省略しながら配置すると。でここでいろいろね調べ物しながらこっちで動画編集しますよみたいな、まあ、こんな感じでね本当にまあ Mac みたいな使用感なんですよね。これね本当に最初の印象で、僕も最初は微妙だったんですよ。ステージマネージャー使いづらいなと思ったんですけども、最近本当に使いやすくなってるんで、これねもっとみんなに使ってほしいなと思って、ちょっと今日作業中にですね、あこれをみんなに紹介すればいいんだと思って動画を撮ることにしました。でですね、最近僕ハマってるのはこっちですね。この iPad 本体はもちろんこうやって横に置いて、こっちもねもう一個ディスプレイしてこう作業するように使ってもいいんですけども、まあ、十分僕の場合これ27インチディスプレイなんで作業領域確保できてるんですよ。なのでこっちはあえてもう平置きにしてしまって、まあ、こっちの方にフリーボードを開いたりとか、まあ、あとはノーションとか開いてちょっと閲覧用にしてもいいですよね、まあ、そんな感じでちょっとサブのノートみたいな感じでここにですね Apple Pencil で何か思ったことを書き込むとか、まあ、こんな感じの作業の仕方をしています。でさらにですね、僕の机はもう iPad にまみれてるデスクなんで、この奥の部分ですね、このドッキングステーションの上には iPad mini 6今ね載せています。そして反対側のデスク、こっちの壁にはですね、これ iPad をこれなんかねフック100均とかで売ってるフックがあるんですけども、これをね壁にもうブスッとぶっ刺して3箇所、ここ1箇所2箇所3箇所っていう風に差し込んでですね、 iPad を壁に固定できるようにしてます。外すと結構不格好なんでね、あんまり別にこのやり方はみんなに勧めるわけじゃないんですけども、まあ、iPad を置くと本当にピタッと壁沿いによいしょ、はい、くっついてくれるん でこんな感じですね。ここで僕はここで YouTube 流しながら動画見てですね、でこっち側のメインのディスプレイで作業するみたいな、まあ、こういう使い方が多いですね。で充電ももちろんねこのケーブルいつも用意してるんで押すと充電が始まると。でこの電源どっから取ってきてるかっていうとここなんですよね。これもまあ、2024年上半期のベストバイで紹介したやつなんですけども、アンカーのこれチャージングベースっていうものと、これはモバイルバッテリーアンカーパワーバンクだったかな、このセットを使ってて、これね置くだけでモバイルバッテリー簡単に、充電できるんで、使いたい時にいつもの 100% 満タンになるだけじゃなくて、この側面にポートがついてるんで、こっからさっきの iPad に電源を取ってるみたいな感じで、まあ、こんな形のデスクでいろいろ使っております。で、まあ、作業が終わったらですね、僕はこのキーボードとか机に出しっぱなしにすると、なんか机の上でねこうしっかり iPad でノートを書いたりとか、ちょっとここで作業したりすることができなくなっちゃうんで、なるべくキーボードとかも終わったらこっちの壁にですね、僕有孔ボードみたいなのをこうやって取り付けてるんですけども、ここにですねキーボードはこうやってかけておくと、そしてこのアップルのマジックトラックパッドもこんな感じでここにかけておくと、まあ、こんな感じですね、まあ、使い終わったものはこう壁にかけて、このデスクのねメインスペースは広く開けて、まあ、ここでゲームしてもいいしね、ちょっとお酒をこっちに置きながら、ゲームをするとか、まあ、なんかちょっと考え事するとか本読むとかね、まあ、いろんな用途で使えるようにしております。はい、こんな感じですね、僕の今の作業風景とかねデスク周りご紹介したんですけども、まあ、実はですね最初にこのデスク周りとか僕の使い方 iPad の使い方を紹介したのには理由があって、ちょっとね最近悩んでることがあるんですよ。まあ、何かっていうと、まあ、ちょっとね頭おかしいと思われるかもしれないんですけども、11インチの M4 iPad Pro も買おうかなっていうふうに最近ちょっと悩んでるんですよ。もちろん決してねどっちも M4 を持つわけではなくてですね、これなんかちょっと買い替えてもいいかなって思ってるんですよね。今13インチ使ってるんですが、11インチの方に乗り換えてみようかなっていうふうに思ったりもしてます。まだ確定ではないんですけども、まあ、ちょっとそんな風に考えてるんですよね。でこれなんでかっていうと、まずさっきの僕の自宅での使い方見ていただいたんですけども、まあ、見ていただいた通り、もう最近はずっと外部ディスプレイにこう iPad を接続して使うことが多いんですよ。なのであんまり iPad 本体の画面の大きさってこう個人的には前よりもこう重要度が減ってきてると思うんですよね。まあ、少なくとも僕においては外出先だったらやっぱりね持ち運びで大きい画面使えるのって結構有利だと思うんですけども、今まで iPad って外部ディスプレイに接続して使うみたいなことがあんまりねこうなかったんで、やっぱりこう iPad の持ってる画面のサイズイコール自分のキャンパスだったんですけども、家で使うときはこうね大きなディスプレイに普通に投影すれば自分のね本体ディスプレイ以上に大きく画面を表示することができるし、13インチと11インチねこう処理能力も変わんないからこそ、別に同じような使い方は11インチでもできると思う
思うんですよね。むしろなんか13インチって結構やっぱり本体も大きいんで、なんていうかな、こう13インチで普段使ってて家で27インチ映すっていうのと、まあ、自分が iPad で使える画面サイズって13インチから27インチのこのレンジで使えますよみたいな感覚じゃないですか。でもそれが11インチを使うことによって11インチから27インチまでこうね画面を映すことができるって考えた時に、よりこう幅広いレンジでディスプレイを選ぶことができて、なんかコンパクトなところから大きいところまでこなせるっていう、まあ、このなんかね幅広さっていうのが魅力なのかなというふうに思ってきてるんですよね。まあ、そんなこともあってちょっとね11インチがいいなって思えてきたんですよ。そもそもね今回13インチ買う時も僕ちょっと迷ってたじゃないですか。あの13にしようか11にしようか最後まで迷って、やっぱり僕は13好きだなと思って13買ったんですが、なんかね11もよく見えてきたなってので、最近ちょっと11インチを買ってみて、でまあどっちも使ってみて、なんか本当に自分に合うのはどっちだろうみたいな形で買い替えてもいいのかなっていうふうに思ったりもしてます。でもう一個ですね、僕が11インチに買い替えたいなってこう考えてる理由があるんですけども、それがですねやっぱりこの13インチ今回こう軽くなりましたよとか、ね、薄くなりましたよっていうふうに魅力的ではあるんですけども、今回ねスマートキーボードフォリオが使えないでしょ。僕これ結構いろんな動画でもねこうずっと言ってるんですけども、僕やっぱりこう自分でも思ってる以上にスマートキーボードフォリオこれまで使ってたんですよね。マジックキーボードも僕大好きで、やっぱりこれがあるからこそ最大効率で iPad で作業できると思ってるんで、これはもちろんなくてはならないと思うんですけども、でも日によってはやっぱり今日はそこまで作業がっつりしないなとか、まあ、そういった時でも僕って常に iPad を持ち歩いてるんですよね。まあ、今回ねスマートキーボードフォリオが使えなくなったことによって、やっぱりね軽くなったといえども、万一このマジックキーボード付きの iPad 13インチを持ち歩くの結構重いなっていう風に負担に感じてきちゃったんですよね。結構ね1日がっつり外出て家に帰ってくる頃にはこうカバンをねいろいろ僕持ってるんですけども、もうカバンを持つ腕とか肩が結構凝っちゃって、なんかね辛いなと思うことが増えてきたんですよ。特に最近夏場なんで結構、ね、重い荷物持つとよりこう疲れるし汗かくじゃないですか。なのでまあ辛いなって思うことも増えてきて、せっかくねこう薄くて軽量化したはずの iPad なのに、こうマジックキーボードフォリオっていう軽量オプションの選択肢を削ってしまったことによって、まあ、実質僕のライフスタイルの中では重くなっちゃったなってのが、なんか最初は気にならないかなと思ったんですよ。やっぱり7割くらいはマジックキーボードを使うんで、でもやっぱりその3割のところで今まで軽量化できたところがね、毎日このフルセットを持ち歩かなきゃいけないってなると疲れるなと思って、でどうせ家でもこう外部ディスプレイに接続して大きな画面で作業してるから、だったらもう11インチの方が持ち運びも軽いし、家でも別に作業のね効率がそんなに失われるわけでもないし、11インチがいいのかなとか思ったりしていますってのが最近の悩みなんですよね。アップルがスマートキーボードフォリオを出してくれたらいいんですけども、まあ絶対出さないと思うんですよね、こうなってくると。なのでまあサードパーティー製のものを僕は期待したんですが、サードパーティー製のものもねやっぱり後ろのスマートコネクタを使えるものってなると結構、ね、選択肢が限られてくると思うし、僕はやっぱり Bluetooth よりもスマートコネクタを使える方が、個人的には好きなので、まあ、そうなってくるとやっぱりこうサイズを小さくしてちょっとでもねこうシステム全体の軽量化を図っていきたいなっていうふうに考えてます。まあ、というのがみんなにね今日お話したかったなと思う、まあ、2つ目のトピックスかな。まあ、最近の iPad の使い方とそれに伴ってのもっと最適なサイズがあるんじゃないかっていう風なお話でございました。で最後、まあ、3つ目なんですけども、3つ目はね本当まあざっくりした超フリートークなんで恐縮なんですが、新型 iPad が発売されて、まあ、2年ぶりで結構僕も嬉しかったんですけども、どうかな、蓋開けてみると意外とそんな出来事って変わってないじゃないですか。で僕的には筐体が結構ガッと進化して、次にやっぱり iPadOS18 かな、新しい OS でできることが結構大きく変わるのかなと思って期待したんですけども、まあ、前の WWDC で発表があった内容を見る限りはあんまりそこまで変わんなそうだなと。まあ、電卓アプリができて、まあ、その電卓アプリが思ったよりすごいですよと、まあ、あれはすごくびっくりだしいいなと思ったんですけども、まあ、これまで iPad を使ってきたこの使い方がガラッと変わるような、なんか画期的な進化はなかったかなと思ってるんですよ。で今まで iPad ってやっぱりこう不完全だからこそ、その不完全が毎回アップデートでちょっとずつ完全に近づいてくるっていう風な、この過程を楽しんでた人って多かったと思うんですよね。僕自身もそうで、まあ、自分で試行錯誤する余地があるからこそなんか楽しいし、しかもそのアップデートで一気にねこうガラッと
構これまでの使い方が変わって、なんかめちゃめちゃ別の機械になったような感じになるのがすごい楽しかったんで、まあ、そういうところが iPad いいなと思ったんですけども、最近の iPad はちょっとどうやらそうではなさそうだなっていうふうに僕は思ってきてて、ジャンプアップ的なその新機能的な、ね、アップデートっていうのはほとんどなくて、まあ、一歩ずつステップバイステップで良くなっていくようなアップデートが最近は非常に多いと思うんですよね。なのでちょっと僕ら自身も考え方を変えないといけないなと思ってて、毎回 iPad のアップデートが発表されると全然変わってないじゃんとか、もうこれだったらなんか MacOS 入れるよみたいな、まあ、そんな感じのことをねこう思ってしまうし、まあ、みんなからもそんなコメントいただいたことがすごく多いんですけども、なんか逆に僕はもうね iPad はある種完成したんじゃないかなと、完成に近いんじゃないかなと思ってるんですよね。だからこそこれからはですね、その Apple 側が良くしてくれるのを待つだけじゃなくて、自分で今の iPad をどうやってより自分のライフスタイルに馴染ませていくとか、自分の生活を良くするために使っていくかってところを考えなきゃいけないようなフェーズになってきてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今までは iPad っていうのは進化がたくさんあったんですごい楽しかったんですけども、まあ、それって考えようによっちゃ言い方悪いんですけども、すごい今低レベルなところだと思うんですよね。なんか不便がちょっとだけ便利になって、わーい嬉しいみたいな。それって本当にガジェットとしてみんなの生活が良くなってるかっていうと、まだまだ iPad そのものも進化できる余地がある時点で、あんまりねこう生活に与えるインパクトっていうのはそこまで大きくなかったのかなと思うんですよね。でもここまで来て iPad がようやく結構もう今の形でいうと完成に近づいてきたと思うんで、まあ、ここからはじゃあそれを使ってどういう風に生活を良くするのかっていうのを考えなきゃいけないなというふうに最近僕すごく思ってて、なのでなんか画期的なアプリとか画期的な iPad の使い方とか、まあ、そういったものもねもちろん紹介できたら紹介したいなと思うんですけども、実際そんなことってあんまないんですよね。アプリもね昔はそれこそ個人開発とかでバッと急に有名になってすごくねこうみんなに使われるものがたくさんあったんですけども、まあ、最近はやっぱりアプリも開発もなかなか厳しいしね、個人開発ってかなり厳しくなってるんで、ちゃんと資本のある大手がこうゆっくりいいものを作っていくっていうところに収束しつつあると思うんですよね。だからこそこれまでみたいなこう一足飛びのでかい進化っていうのはちょっと起こりづらくなってるかなと思ってて、だからこそ iPad をどういう風に自分のライフスタイルの中でうまく使ってあげるかってところを考える順番が来たのかなと、考える時期が来たのかなというふうに僕は思ってます。なので僕自身もですね、今までずっと一番ハイスペックのでかい iPad を使い続けてきたんですけども、まあ、なんか iPad の最新のいろんな機能、ステージマネージャーの機能だったりとか、そういったことを考えて、あとで僕のライフスタイルも加味すると意外と小さい iPad の方が合ってるんじゃないかなとか、まあ、その iPad を使って自分のデスク周りをいかにこうねこう使いやすくするか、 Mac と同じような方向性じゃなくて iPad だからこそできるようなデスクのセットアップとか、最近はねそういうところ非常に興味があって、いろいろ自分の中でもね試してみてはみんなに紹介できることないかなというふうに探しています。というわけで、まあ、ちょっとねあんまりこう結論のない話になっちゃったんですけども、iPad こう進化が少なくなってきたように見えるんですけども、まあ、進化が少なくなってきたからこそやっとここからですねみんなの生活を変えられるようなデバイスになってくるのかなと思ってるんで、まあ、ここからが逆に iPad の楽しいところというか、本当に進化を発揮するとこかなというふうに思ってます。iPhone もそうですよね。最初はもう画期的なデバイスだったんで、みんながねその iPhone に飛びついたんですけども、その時って別に何か世界変わったかっていうとそこまで大きく変わってなくて、逆にみんなが iPhone とかスマートフォンを手に取ったからこそ生まれた SNS だったりとか、まあ、YouTube もそうですよね、 TikTok もそうだし、ある程度完成されたデバイス、それをみんなが持ってるっていう風な下地があるからこそ社会的なこの変化とかイノベーションが起きるんじゃないかと思ってて、まあ、iPad も今後ですねみんなが持ってるからこそその土台っていうのを利用してもっと効率的な使い方だったりとか、もっとねいいアプリが出てくることもあると思うし、まあ、こういう風にですねちょっと iPad に求める進化も今後変わっていくんじゃないかなという風に最近は思ってます。はい、というわけでこんな感じで今日は僕が iPad について思っていることをねただひたすらつれづれと話してみました。たまにはこんな感じのちょっとフリートークもいいですよね。結構僕の動画毎回しっかりテーマを決めて一直線にねそれを説明してるんで、なかなかこうカロリーが高かったりとか、あと僕のパーソナリティとかちょっと思ってることとか最近の iPad どうよみたいなのをこうゆっくり語るところがあんまなかったので、まあ、定期的にですねこんな感じで最近の iPad について僕が思ってることとか、なんか最近見つけた iPad のちょっといい使い方とかね、まあ、こういう風なプチテクニック、プチチップスみたいなのをこう動画にしてね紹介できれば楽しいのかなというふうに思いました。みんなが最近 iPad について思ってることとか、なんかねもう iPad にまつわる細かいことでもいいんですけども、何でもなんかコメント残してくれると僕も、まあ、そこからまたね動画の着想を得たりとかできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで最後まで動画見てくれてありがとうございました。これからもですね iPad の選び方、使い方、活用法などをねたくさんご紹介していこうと思ってるんで、よければ動画の高評価、チャンネル登録をして応援してくれると嬉しいです。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。さようなら。